広川さん、はい、風邪の季節ですね。いやですね、風邪ってのはね。そう、大抵初めは喉に来るでしょう。そう、ところがですね、皆さん喉がいがらっぽいぐらいじゃどーってことないさってやりすんです。そうなの。このね、どーってことないさがね、いけませんよ。いけませんよ、はい、そういう時はすかさず浅田飴。全国のどうってことないさの皆さん、先手先手の浅田飴ですぞ。咳が出たり喉が痛い時には浅田飴で早く治しましょうね。ねえ、広川さん、風邪ひく前に、あ、来る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 って感じってあるんじゃない？ありますよ。ん、来るな来るな、来た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 ぞなんてね、あるでしょ、その、あ、来る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 って感じってとは、もう喉が、どうしたの？来ましたね。え、来ましたね。やっぱり本気になってきましたね。来ましたか？本当に来ました。大変、早く早く早く、しっかり来ました。浅田飴、皆さん、咳が出たり喉が痛い時には浅田飴で早く治しましょうね。